フムレンは天然に存在する単管式セスキテルペンである。アルファフムレン、またはアルファカリオフィレンとも呼ばれる。ホップの精油から発見されたため、この名前が付けられた。ベータカリオフィレンの異性体であり、この二つの化合物は天然ではしばしば混合物として見られる。天台予薬にも含まれ、またベトナムコリアンナーのスパイス風味。 コップや麻の香りを与えている。フムレンはファルネシルピロリン酸に由来する多くのセスキテルペンの一つである。生合成はセスキテルペンシンターゼの作用によってファルネシルピロリン酸からピロリン酸元が外れ分子内アタックを受けやすいアリルカチオンが生じるところから始まる。この生合成は研究室でも模倣することができコーリー合成と呼ばれる。大印鑑の異なる。 一の CCE 結合で閉じる合成法もある。マクマレイ合成では、チタン触媒のカルボニルカップリング反応が用いられる。高橋合成では、シアノヒドリンアニオンによるハロゲンカアリルの分子内アルキル化が用いられる。スギのメ合成では、ゲラニル元が用いられ、で、グルート合成では、ユーカリ油の粗上流物から、フムレンが合成される。また、 下記のように4つの部分を組み合わせてパラジウム触媒で緩化させて作ることもできる。この合成は CC 結合の形成と緩化が単純で関連ポリテルペノイドの合成にも有効であると考えられている。ホップフムレンはホップの休暇で作られる精油の成分の一つである。フムレンの濃度は植物の品種によって異なる。 フムレンやビールの醸造過程におけるその反応性生物は多くのビールにホップの香りを与えている。ノーブルホップはフムレンを高濃度で含む品種であるが、その他の苦いホップの品種はフムレンをあまり含まない。ビールの醸造の過程では多数のフムレンのエポキシドが生成される。GCMS や感能パネルによる分析によって、 フムレンエポキシド2の加水分解物は特にビールにホップの香りを与えていることが明らかとなった。フムレンは抗炎症作用を持つことが知られており、炎症性疾患の治療に効果がある可能性がある。デキサメタゾンと同様の効果を持ち、ヒスタミン注射による不ッの形成を抑える働きが知られている。フムレンはまた、カラギーナンを注射したラットにおいて、 TNFα や l る -1β の発生を阻害する重要な効果を持つ。ありがとうございます。